私は日本から来ました福岡敏郎と申しますが、ギャラリーアートスペースというのを、東京でやってまして、今回の井上直久先生とは、20年近い付き合いがあります。絵を見ると必ず こちらから光が差して影がこちらにできる、そういうふうに実際に存在するものではないですけれども、それを実際に存在するかのように光と影を常に意識して描いています。それが私たちにさらにそのリアルに感じさせる要因ではないかと思いますね。で、常にその先生の中に出てくるのはその自然ですね。例えばこの絵を見ますと、下から春夏秋冬というのが分かれてまして、水の中にも人が住んでるし、それぞれの季節にいろんな人たちがこう最初にこう色を散らすんですね。抽象画、サム・フランシスのような抽象のそういう色をこう散らしていき、天の重なりによって家に見えてきたり、山に見えてきたり、惑星に見えたりっていうふうに、目的があって描くのではなく、ただそのそこから浮かび上がってくるものを想像しながら描いていく。